こんにちは、カツトンです。今日は2015年の11月の3日です。今日はね、そら豆をまこうと思います。そら豆買ってきました。種をね、今まいて、来年のね、春に収穫なので、そら豆美味しいんでね、種まきしようと思います。はい、2袋ね買ってきました。2袋でね、500円ぐらいしました。結構高いですね。うん、あんまり入ってないんですけどね。苗をポットにね、一つ一つやるんじゃなくて、まあこの大きいプランターにもうちょっと撒いちゃおうかなと思います。この黒い部分をね、こう下にやって植えるといいらしいです。プランターが足りなかったのでちょっとね追加して、やりました。ちょっとねこう頭の部分が出るようにしてやるといいらしいですね。じゃあ水をかけていきます。よし、うまく発芽してくれるように祈ります。ちょっと発芽しにくいからね、そら豆はね。ちょっとねこれだけだとちょっとつまんないと思うので、じゃあちょっといろいろ紹介したいと思います。結構ね白菜はね元気だね。もうな、結球し始めてます。3つね。キャベツはねちょっとうまくいかなかったな。うまく育たなかった。白菜ね、ごめん。いや、これはね、リンゴの種をね発芽させたやつです。ここです。リンゴね、美味しかった種をね発芽させてね、これ何年目かな、1年目か2年目かな。結構ね30センチぐらい育っても2つね。いいよねこれね。スーパーで普通に売ってたリンゴの種をさ、美味しかったのをこう発芽させて、こうね木として育てていくわけですから、これリンゴ栽培もしてみたいんだよね。難しいと思うけど。でこれはブルーベリーね、大きいやつね。これはね母方の祖父にね、ちょっとこう大きいのねもらって、植え付けてね1年目なんだけど、これ今年ねうまくいかなかったですね。花咲いたんですけどね、実がついていかなくてね、失敗でした。ブルーベリーちょっとね場所が悪いのか、それともちょっとねこう移動してどっかに植え直そうと思ってます。ブルーベリー、これはねラズベリーですね。ラズベリーちょっと雑草も多いですけどね、この葉っぱです。ラズベリーもねなかなかね花咲くんですけど、そこから実がつかないですね。これ難しいんですよね。まあこのね大型70リットルのプランターでねこうちょっと育てていこうと思います。あとですね、玉ねぎ植え付けたね。玉ねぎ、これね玉ねぎバーって2列でね、苗を買ってきてね、こっちもです、いっぱい植え付けました。こっちもやりましたよ。こっちはちょっと間隔がねこう遠い間隔でやってるから、広げた間隔でやってるから大きい、玉ねぎが育つかもね。あとはね、なんだべな、これイチゴね。この前紹介したイチゴです。こっちはちょっとあんま元気にならなかったな。2つ死んじゃった。こっちは元気。あ、これニンニクです。ニンニク、ニンニク動画にしたっけか。ニンニクのね植えてねこう 5本ね、5個育ってきました。ニンニクもね来年の春に収穫です。まあそういう感じですかね。あとトマトトマトもね難しかったけど、まあなんとかなってくれたかな。これさつまいもですね。さつまいも
あの収穫したかったんだけどね、昨日ね雨降ってね、あ今日か雨降ったね、あとはね収穫しない方がいいからね、うん、まあ明日明後日あたりに収穫しなきゃなという感じですね。うん、まだまだね、うまくいかないことばだらけですけどね、頑張って家庭菜園やっていこうと思います。自給自足目指して頑張ります。